延岡市に伝えられる72の能狂言面、そのうち30面は優れた面打ちにしか与えられない天下一の称号を持つ面である。シリーズ天下一、延岡市教育委員会文化課の増田豪学芸員とともに延岡市に伝わる天下一の能面を紹介していきます。さあ今日はどんな面を紹介してくださいますか？はい、今日はですね、天下一近江の乳母を紹介したいと思います。乳母、はい、その名の通りおばあさんの面ですよね。そうですね、まあ、乳母という漢字はですね、はい、女偏に老いると書きますように、まあ、高齢な女性を表している面を乳母というふうに言います。はい、この面を作っている天下一近江なんですが、どんな人物なんですか？はい、この天下一近江ですね、名字児玉というんですけれども、この児玉光政、これはもともと越前出目家という面打ちのお家の方で修行をして、でその後独立してですね、児玉家という一つの面打ちのお家を作っていく、まあ、そういった人物になります。越前出目ですか？はい、越前出目というところで修行して、まあ、京都で、実際は活躍していくということになります。以前紹介した天下一是観なんですが、はい、こちらも出目家から出たということなんですか？はい、関係はあるんですか？そうですね、是観も出目助左衛門という出目という名字なんですが、こちらは大野出目家といって、また別な世襲目打ちのうちで、また越前出目家というのもずっと代々目打ちとして続いていくうちで。そうなんですね、はい、この天下一近江の作品の特徴って何かありますか？そうですね、これ見ていただいてもすぐ分かるようにですね、すごくテカテカした感じの艶のある、うん、まあ、そういった彩色をするっていうのが非常に大きな特徴と言えるかと思います。近江彩色というふうに我々は呼んでます。いや、この照りがあるせいか、はい、乳母という面なんですけれども、はい、ちょっと張りがあるような若々しく見えますよね。そうですね、非常に肌の艶がいい、まあ、そういった女性ということで、まあ、非常に気品のある女性であったり、まあ、神様が人間界に降りてきたとき、まあ、そんな女性の役で使うことの多い面になっています。天下一滝技能ではどんな演目で使われているんでしょうか？はい、天下一滝技能ではですね、クズという演目を2回やってるんですが、まあ、天武天皇という天皇を助ける里の老女の役でこの乳母が2回使われております。ちょっと気品のある良いおばあさんというか、はい、非常にいいおばあさんの役で使うという感じですね。おいての虫は帰りたい。以前紹介した小面と比べると、小面は少女の面でしたので、少し髪の毛が乱れたりしてますよね。はい、やはり女性の面ですね、見分ける上で大きい特徴の一つは髪の描き方になります。小面はやはり髪が黒黒とした感じの色でベタッと塗った形になってますが、に対して乳母はですね、毛描きのところを線で表して、まあ、間が空くもんですから、まあ、そこで白髪を表現したりだとか、まあ、髪が少し薄くなった感じ、まあ、そういったことで年の重ねてきた様子を表現しております。髪の毛を見るといいんですね。そうですね、はい、そういった細かいところも注目してほしいですね。はい、ポイントになります。はい、はい、そして裏面なんですが、はい、もちろん天下一近江の夜勤が押されているんですが、はいはい、裏面の特徴何かありますか？そうですね、実はこの面裏ってすごく作者の特徴が出るんですが、まあ、近江の場合はこの鼻の位置がですね、目の穴よりも高いところまで掘るっていうのが一つ大きな特徴となっています。はあ、それは何か理由があるんでしょうか？そうですね、具体的な理由ってなかなかわからないんですけれども、やはり能面っていうのは人がつけるものになりますので、まあ、人それぞれ鼻の大きさも違いますので、まあ、高い位置まで大きく彫ることで、まあ、いろんな方が使えるような、そんな工夫なのかもしれないですね。なるほど、はいはい、先ほどこの、はい、天下一近江も、世襲制で初代だということだったんですけれども、はい、この後もこの近江の技は受け継がれていくわけですね。そうですね、まあ、児玉家もですね、その後3代続いていって、まあ、実際、いくつか名が残っているというところになります。あ、そうですね、ということで今日は天下一近江作の乳母を紹介しました。ありがとうございました。次回は般若の面を紹介します。次回もお楽しみに。